はい、スノーバウンドなんだっけ、レギュラーパイプね、閉まっとるね。んでさ、レギュラーパイプさ、高須の人が言っとったけどさ、壊そうとしとんじゃないあれ、違うかな。レギュラーパイプさ、の雪をスーパーパイプに持ってくるかもしれないということを言ってたね。言ってたね。レギュラーパイプのさ、土台土なのか、全部雪なのか、どっちだろうね。あれ削っ。まあ、ここからじゃわからんな。下まで降りてもう一回見ようか。スーパーパイプはまだやります。うん。雪が続くまでやるって言ってました。うん。その代わり一人5000円です。5000円ね。うん。で、リクチュー。で、で、ジャンプ台、これは無料です。これもまだやるんじゃないかな。この、ね、ちなみにこのジャンプ台ね、下の土台が確か全部雪です。うん、違ってたらごめん。全部雪。鳴らしてないじゃん、ほら。あ、作業しないじゃん、これ。ボコボコのままじゃん。もうやらんのかな。スタッフ不足？え、やらないの？やらないのに。これ何？寂しいね。ほら、ジャンプ台崩れかかっとるじゃん。え、今日4月11日ね。で、夕方の4時ぐらいだけど、この下も、この雪の下も水が流れとるね。うん、水が流れとる、ほら。はい、他の動画に切り替えます。切り替えますね。